皆様こんばんは、カズチューブです。今夜の最終バージョンです。今夜といっても日付変わって12時30分回ってるんだ、水曜日になっておりますね。カズラジバージョンです。で、野球の話はしないカズラジバージョンではあるんですが、昨日ね、オリックスと日本ハムの3連戦が終わって、ビッグボスさんの北海道内における評判はどうなのという僕の問いに対して、ちゃんかがさんが答えてくれました。ちゃんかがさんは函館のご在住でございますね。函館市のビッグボスと評判ですがという始まりで頂戴しました。僕の会社の上司の方はビッグボスの起用や采配に多少の疑問はあるものの、積極的な若手の起用などワクワクすると言っておりました。なるほど。昨年まではもう野球は見てなかったけども、今年もう一回応援してみようかなという方が周りにとても多いので、野球の話ができる方がどんどん増えて嬉しいです。これはいいね。素晴らしいわ。ビッグボスの功績ですね。ですが、会社の上司の方は日曜日の紅林選手の申告敬遠には怒っておりましたと。結構野球好きの上司でいらっしゃいますね。ありがとうございました。おおむねね、好評だということですね、ビッグボス。でも、もう一回野球見てみようかなと思わせる力はすごいなと、思いますね。あずきさんです。私は平成8年生まれなのですが、昭和の、歌の話をまたしましょうという話でたくさん頂戴したのね。これをね、言い出すと、キリはないんだけどもね、前も以前やっていたんだけども、で昭和の曲で好きなのは、イルカさんの名残雪です。あの曲は令和の今聴いてもとても感動的な歌詞だなと思います。とはいえやはり昭和歌謡は知らない曲が多いですということで、前も僕ちょっとやったよね。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で、今日ここでやめておきますと。そんな感じですね。ありがとうございます。ひで99さん、いつもありがとうございます。私の好きな昭和の一曲はサザンオールスターズの勝手にシンドバッドです。この曲を初めて知ったのは11歳の時のザ・ベスト10でした。小5だね、11歳、小5か小6だね。僕は高校の2年か3年の頃が確か勝手にシンドバッドだったと思うんだけどもね。はい。2019年に初めて行った京セラドームでのライブであまりの感動に大泣きしながら聴きましたということで、大好きなんだね。昭和、平成、令和を経て、おそらくこれからもヨボヨボのジジイになってもこの曲は聴き続けてカラオケでノリノリで歌っていると思います。いいね、大好きなんだね。ヨボヨボのジジイがノリノリで歌う、そんな姿を一度でいいから見てみたいってやつですね。ありがとうございました。サザン僕の世代なんだけどもあんまり僕聞かなかったのよ。いい歌いっぱいあるのね。でもね、今サザンで思い出したのは、大学の4年の夏かな、入社試験を受けにね、毎日放送の千里丘の放送センターに向かうときに僕は何を持ったか車で行ったのよ。普通入社試験受けに車では行かないわね。車で自分で運転してよ。で当時は茶屋町じゃなくて千里丘の放送センターがあってね、そこには広大な敷地があって、で門があって守衛さんがいて、そこで止められる。当然すいません、今日僕入社試験受けに来たんですけどって、向こうキョトンとした顔してました。入社試験に車で来る学生がいるかと。でも案内して止めてもらう、駐車場まで案内してもらって止めさせてもらって受けに行きましたよ。懐かしい。その道中ね、池田のお家から千里丘に向かう間の中央環状線、今のちょうどどうかな、千里中央の手前、島熊山の近く、モノレールでいうと庄司駅の近くあたりで流れていた曲がサザンのカセットテープよ、サザンの原由子さんのシャボンっていう曲、シャボンシャボンシャボンっていう歌ね、安ュイな感じの曲を聴きながら僕は、入社試験アナウンサー試験会場に向かった、思い出がございます。懐かしいな。ありがとうございます。爽快王さんです。カズラジバージョン毎回楽しんでおります。ありがとうございます。
さて若大将こと加山雄三さんの旅人が思い入れのある昭和の歌です。当時はコカ・コーラ目当てに出かけたボウリング場、コーラ目当てに、あ、そう、その隅に置かれたジュークボックスから流れてくる洗練された詩と曲に虜になりました。あのジュークボックスってあったね、必ずボウリング場には。懐かしいな、コカ・コーラ目当てにボウリング場か。僕よりも爽快王さんはひょっとしたら年上なのかな。僕はもう小学校ボウリングが、まあ、初めて行ったのがね小4の時なんだけども、それよりも前にコカ・コーラといえば少年野球の帰りにさ駄菓子屋で飲むコーラとかファンタとかっていうイメージがあるんだけど、まあ、同世代ですね。でも、そうなんだ、加山雄三さんね、まあ、僕からすると、まあ、旅人も名曲なんだけども、やっぱり二人の夕闇が包むこの窓辺にというね、あれだな。ありがとうございます。琉球のおりたちさんです。ゴールデンウィーク待ち遠しいですという、あ、京セラにお見えになるのね、お待ちしてますね、楽しみにしておいてくださいね。あのいいね、であの旅行に来ても雨で中止にならないドームの球場っていいよね。私は昭和歌謡としてブルーライト横浜が浮かびました。なるほど。街の明かりがとても綺麗ね横浜、ブルーライト横浜、あなたと二人幸せよ。こんな感じの歌だったね。あの石田由美さんはあの池田のご出身なんだよきっと、だったと思う確かね。ありがとうございます。谷健さんです。私にとっての昭和の曲は2つありまして、尾崎清彦さんのまた会う日まで、二人でドアを閉めて、ね、ユミンの卒業写真です。な、懐かしいな。また会う日までは昔の名曲を取り上げる特番をテレビでたまたま見た時に良い曲だと感じ印象に強く残っているからです。卒業写真については、私が中学生の頃に両親が昭和の名曲を集めたアルバムを買って、それを家や車で一緒によく聴いていたからです。昔を思い出して切ない気持ちになれる曲調がなぜか私の心に刺さり、よく聴いておりました。なるほど、いいですね。ちっちさん、大前さん、カズナの皆さん、こんにちは。昭和の一曲で私は中森明菜さんのナンパ戦かなって、 あったね。歌詞の内容を見るとかなり暗い曲なんですが、これを歌い上げる明菜さんの凄さが伝わってくる一曲で、楽曲を提供した加藤登紀子さんも絶賛していらしたようですね、ということで。ダララ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 。みーぽんさんは、昭和歌謡は良い曲が多いですね。教養番組のカズラジバージョン、ありがとうございます。教養バージョンだよこれはね。自分は山口百恵さんのイミテーションゴールドでしょうか。宇崎竜童さんだっけね、アニヨーコさんとね、テレビから映る綺麗なお姉さんが歌唱されていた姿と歌詞の生々しさに当時のこのぼ時代の私には刺激が強かったですということですね。あ、なるほどね。ごめんね昔の去年の人とまた比べているというね、そんな感じの歌でしたね。ありましたね。はい、ありがとうございます。あれも桃江さんの凄みが伝わってくるいい歌でしたね。ありがとうございます。美貌録さんです。
カズラジバージョンありがとうございます。出ました昭和の歌、このフレーズ何回目でしょうか。今回思い浮かんだ昭和の歌は迷い道とカモメが飛んだ日、渡辺真知子ですね。子供ながらにこのお姉さんめっちゃうまいと思いました。僕はこの曲の後のブルーが一番好き。楽曲も素晴らしいし歌も素晴らしい、あの迷い道はでもやっぱりインパクトありましたね。現在過去未来っていうねあれがね、あったあった。私思春期あたりから歌の上手な女性に惚れるという癖がございまして、会社の飲み会でのカラオケで先輩の女性が迷い道をめっちゃ上手に歌うんです。年上女性の色気とその歌唱力に一撃で惚れてしまい、何度かアプローチを試みましたが失恋に終わりました。最近再びよく出てくる家内はもちろんこのことを知っていて、テレビで渡辺真知子が出るたび未だにおちょくってきます。泣く昔の弱みを知られてるといいですね。ありがとうございます。そうなんだね。それから一郎剛一さん、これはねあの火曜日の試合が負けた後に送ってくださったんだね。小学校低学年まではグループサウンズやブルーライト横浜が記憶にある程度、高学年になると今でも頭の中でぐるぐる流れるのが1971年、また会う日までです。堤恭平さんの名曲の一つで、イントロのインパクトは記憶に残ります。チャンチャンチャチャンチャチャンってやつね。1972年喝采で、年末中学受験の塾に寝屋川から玉造りまで通うことになり、大晦日の夜の街のどこかから流れてきた日本レコード大賞受賞の時の千秋直美さんの声が思い出に残っています。いいね、なんか雰囲気があってね。72年に、の暮れに中学受験ということは僕よりもちょっと年上でいらっしゃるのかな、一つか二つぐらい上なのかな、と思いますね。ありがとうございます。いや名曲ですよね、千秋さんね。あれは3年前、止めるあなた駅に残しってですね。いや懐かしいな、ありがとうございます。月のワウシさんは、ザ・ベスト10や夜のヒットスタジオをよく見ていた、印象的だった、時に印象的だったラッツ&スターの恵みの人です。あマッチね、鈴木雅之さんね、懐かしいですね。ラッツ&スターもシャネルズではなかったのね、その頃はね、ということなんですね。というわけで、あの昭和の歌を、話せば語ればもう尽きないんでね、また気が向けば送ってください。で今日はね、僕はガソリンスタンドに行って、昨日うちにやってまいりました新しい僕の営業者のコーティングをしてもらってたの、コーティング、塗装面にね。でその時にウルトラマンキャンペーンみたいなのやってて、こんなクリアファイル、クリアじゃないんだけどファイルをもらったの。ウルトラマンいいでしょ、ウルトラマン、初代ウルトラマンよ。やっぱり僕らにとってはね、ウルトラマンなんたらっていっぱいあるんだけども、僕の中でもウルトラマン太郎で終わってるんだけども、初代ウルトラマンよ、これいいよね。さて問題です。初代ウルトラマンの最初に出てきた怪獣は何だったでしょうか。正解はベムラ。皆さんはウルトラ怪獣で何がお好きだったですか。ウルトラマンシリーズで何が一番好きでしたか。僕はやっぱりこの初代のウルトラマンなんだね、はい、ウルトラセブンはね、大人になってから、大きくなってから良さが分かった。もしよければウルトラマンに関する話題、ウルトラシリーズに関する話題、お寄せください。また昭和の話で、恐縮でございますが、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。野球の話をしないカズラジバージョンでした。おやすみなさい。でも昼間皆さん聞いてくださってるんだね。僕は今からこれはアップしてから寝ます。